あれなんかシャンプーとか変えた？うん、気づいた？そうなんだよね。あのウルリスって知ってる？案件配信やめてください急に。え、そうなんです、実は。はい、服変えたんすか？実はね。おお、ダサい、振りがダサい、服かっこいい。そうなんです、ソロコンサートも終わりまして。あー、お疲れ様。そうなんですよ。ですが、はい、黒なんですよ今日は。いや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 、でもなんで体育館なの？そりゃ服変えたのに。なんかするってことでしょ、体育館ってことは。体育館って何するとこですか？雑魚寝。そうです、今日は雑魚寝か。眠い。寝たいね。寝たいね。でも違います。はい、というわけで、せーの、クロノワールがなんかやる。今日は対決です。はい、いや、なんかそのすんなり受け入れなきゃ。あんたの勝ちです。やったー。いいのね、本当にいいのね、はい、この後どんな対決があっても、はい、はい、全部勝ちでいいです。罰ゲームがあったら受けるってことだよ。それは話が違うわ。そうだよ、対決だから。あんの？題して、おクロナン縄跳び対決。縄跳び？縄跳びです。どこで使うんだよ、生きてて縄跳びって。これから小学生が挑戦して、どこで使うんだよ。これから小学生が挑戦している縄跳び検定に挑戦します。なんだこいつ。10級から名人まであるので、最終的に高い名検定、高いランクの検定をクリアした方が勝利となります。はい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 。縄跳びとかしたことある？したことあるよ。いつしたの？なんか龍神さんの企画とかもあったりね。出てないよ。出てない。ね、兄さんに縄跳び大会二重跳びがあったんですが、クズハ不参加。カナエは2回6級レベル。え、なんでやんなかったの？え、それ縄跳びしたくない。そっか、外出る機会がなかった。でも今日はそんなクズハさんのために、はい、縄跳びしたかったよね。はい、だと思うんで、はい、今日は対決していきたいと思いますけど、なんで不参加か分かりますか？やりたくないからです。それじゃあ早速やっていきましょう。クロノワールがなんかやる。というわけで、はい、ルールは先行が、うん、僕じゃ縄跳びの何級に挑戦します言います、はい、で3分経つまでは何度もリトライできるみたいな、うん、なるほどね。スタート地点が3分以内なら3分超えてもいいってこと？そうで、うん、もう2分50秒から飛び出すじゃん、うん、で2分50秒から飛び出して、うん、そこから300飛べたらセーフ。要はそこまで、それまで精神統一しとく戦法もあり。そうだから2分半までもずっとでして、うん、じゃあ行きますっつって、その飛べ、うん、脳みそ飛べたら問題ない。なるほどね。次の人はそれ以上、僕は5級に挑戦したら5から上5以上5も OK、うん、に挑戦してもらって、両方が失敗した方場合は一番上の級をクリアした人が勝利となります。まあ、要するに相手の上を行き続けて、はい、超最終的に上だった方の勝ち。どちらがより名人に近づけたか勝負ってこと？そう。すげえやつの勝ち？そう、すげえやつの勝ち。すげえ対決？じゃあ先行ここ決めましょう。どっちがいいですか？はい、どっちもよ。先行でどうぞ。じゃあ僕は高校で。なんでだよ。どっちでもいいよって言ったから。俺がじゃあ先行、はい、飛びますよ。まあまずだから、はい、あ、何級の何に挑戦するか。どれ？まあだから手始めに一気にぶち飛ばしてやろうかね。飛べなかったらお前大変なんだぞ。言っとくけど、ぶち飛ばすわ。絶対お前8級とか行く気だろう。お前8は行きません。俺めっちゃ行くから。8行きません。いや宣言しろよ、行きません。8は行きません。なんだ宣言しろって。9級のあやとび。かっ、あやとびだ。でもこれね、あやとびってこれ、すげえ、こう、こう、こう、でバタフライだよ、8の字、8の字。待って待って待って、一回、3分以内だよね。俺3分以内に練習して、スタート。オッケーオッケーオッケー、3分以内にまずが練習するわ。救急って何か？クロス、開く、クロス、開くだよね。救急のあやとびは、バカ、1回じゃねえかよ。こう、こう、1回、はい、あ、救急だから。いいんだこれで。そうそうそう、やりきったわ。お前には到達できない高みを見せてやるよ。お前数流せばよ。お前超えられるかこの壁を。じゃあ、はい、あやとびで勝負しようかな。僕も
やりますか？何に挑戦しますか？あの練習は3分以内でやってください。すいません。で、あやとびの、じゃあ僕ははい、もうこの10球でもいいのか。なんで10球？じゃあ、10球のやってないやつね。じゃあ、交差跳びの8球。8球だと雑魚が1回じゃねえか。これさ、こっからスタートするのじゃない？難くない？それでは3分スタート。え、そういうこと、そういうこと、そういうこと。記録1回合ってる？腕いった腕いった、わかんないけど多分合ってる、うん、8球ほどでした今。なんでこれが8球？じゃあお前一気にぶち上げていくぞ。俺はやらせろ。はい、どうぞ。どれですか？交差跳びのぶち上げていくわ。お7球3回かお前すごいぞ、それクリアできたら3倍だよお前の。では用意スタート。お前なんで自分の時があんなさ選んでさ。おーやめろやめろ。え、こういうこと？どういうこと？こっからおーってやる。は？ちょっと待って待って待って。ん？なんか俺おかしくない？いや合ってる合ってる合ってるよ。いやおかしいよ、だって俺こうなってんだよ。なんだお前ダブルクロスしたの？ちょっと待って、お前意味が。え？こう？え、待って、こうで、ん？チンパンジー、こうこう飛びたいから、あ、でこうスタートすればいいんか。そうそうそう。 OK、レッツゴー。行きますよ。え、むずいね、ここからスタート。だちょっと腕の力、あ、てか行きますよ、つかもう時間が、待って、1、はい、カス。まだ時間はある。ローズウィップ、あと2分以上。これでそれね、まず1回目ちょっと大変じゃない？1回目で勢いつけないといけないね。うん、行くよ。あ、3回でも普通にむずいな。せーの、1、2、3。はい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 。これ遅延行為だって、このレベル挑戦してんのもはや。いやお前がだって、お前あなた8級ですよね。はい、お前の上を行く。でも見て、両足跳び100なんだけど。いや両足跳びは一番やっちゃダメだな、地獄マジで。じゃあ、はい、あや跳びの5級。あや跳びの5級は15回。お前に飛べるかな。はい、行きます。15回だよ。え、でもさ、そのそれで1なのか、それで4なのか。ん、俺数えてないぞ。分かって、ごめん、分かって、ごめん。これ多分でも15回行ってないから、1ジャンプ1回、1ジャンプ1回で数えよう。 OK、 はい。疲れるわ多分。どうぞ。あれ、40秒しかないで行ってたんで。おい顔芸あ、14。あと1回、あと1回、ね、カウントしてしてた。口でドゥドゥって言ってたじゃん。ドゥ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 。あと1回ですよ。いや、わかんないけど、やばい、時間があと20秒。カレー飛べー。わかった、残り5秒でいくわ、ラストチャレンジ。そこまで休憩。今、敗因は何だと思いますか？腕がね、全力で開いて閉じてしまう。行きます。やばい。1、2、3、4、5、6、7、8。飛べよ。飛べよ。飛ぶ流れだろ。ちょっと待って、早いって壁が。おい。ちょっともうやりきった顔で倒れるのやめて。超気持ちいい。いや、やりきった人から出るセリフだからそれ。お客様、お前一回あやとびやって、お願い。なんでよ、あやとび。俺一回やったよ。違う、15の 15? いや俺飛べるぞ多分。一回やって、ぶっちゃけ飛べる。マジで、うん、まあまあそう。あやとびには、あやとびには、いいよ。じゃああやとび15回。何球でしたっけ？5球。5球。では5球あやとびやります。あれだよね、交差普通、交差普通だよね。うん。よし、いきます。よーい、スタート。3、4、5、8。惜しい。ああ。今ね、16。見てんじゃん。
お前すごいよ。惜しくないよ。お前世界に狙えるよ。名人行こうよ。ちょっと待って、企画の趣旨変わってますね。名人行こうよ。目指そうよ。目指そうよじゃない。あなた縄跳びトレーナーみたいになってるけど。え、待って、いくつまでできるか挑戦して。あや跳びチャレンジ。はい、俺が、うん、やっぱ15を超えた人間がどこまでいくか見たい。この瞬間を見たい。お前休もうとしてるだろ。いや違う、飛べよ。僕も本当は飛べ、飛べよ。僕たち力量不足だった。ちょっと多いあや跳び上限チャレンジ変えるな、企画を勝手に。な、クズハは名人までいけるのか。100はやばいよ。23ジライバークズハ、違う、物理的に180秒の奇跡。ドキュメンタリー風にしないで。じゃあ僕は4球なんか行きたいな。高速跳び、はい、これはこれが高速跳び180秒の奇跡。いや全部それじゃん。ちなみに縄跳びはいつぶりなの？そのリュウシエンさんの企画以来。いやダンスのとこよく飛ぶんだよね。 4分とか飛ばされる。3分とか。え、その時何跳びなの？いやその時はもう縄跳びじゃないの。はい、ただ飛ばされてるってこと？曲に合わせて縄なし跳び。もう何、もう こんなんから始まって、あこんなんこんなんやったりとか。ダンスはね。で大体その後肺が痛くて、うん、それ縄を足すだけだよ。確かに、やばい、ロングだ。でもいいかも。いい感じ。じゃあいきますか。ちょっと待って、ちょっと、はいはい、おお、やっぱロングだ。めっちゃいいじゃん。これロングステイアゴ。すごいよ、もう最適化を果たしたね。ああ体力なくなるぞ、これは練習で飛びすぎたら。待って、5球の前遊びいくつ？両足跳びはね、150。でもいけ、そっちの方がいいってこと？普通の跳びで70ら辺でもう質より量か。いくんか両足跳び。お前これ失敗したらお前やばいよ。分かった。体力の消耗が。任せろ。本当に、うん、大丈夫。もうもうゾーンに入る。ゾーン入っても疲れるもんは疲れるけど。いいですか、セカンドウィンド行きますか。はい、では両足跳び150回。はい、カナエの挑戦です、はい、スタート。よし、シミュレーション、シミュレーションは完璧ですか。行きます、はい、まずは右足を引きます。少しでも足のこの、うん、縄を飛ばなくちゃいけない。まず好きなんですよ。それ縦の幅増えてる。いやもう速さ、速さ。よし、行きます。バカかこいつ。お、数えてもらっていい？10、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60。だんだん動いちゃうかも。66回。これ150いける。まあでもおまけで67。いや違う、誤差誤差誤差。7にしといた。150いける。68。でも俺1からやね。そうなんだよ。だから辛いんだよ150は。失敗したらさ、あお前なんか老けた急に。足じゃなくて頭。急に老けた。そんなだったっけ、なんか。あれなんか。じゃあもう一回。かなえさんですよね。もう一回ですか。大丈夫ですか。頑張るぜ。大丈夫ですか。ミスらないでね、行きたい。え、こっから150行くってこと？これね、ゆっくりじゃダメだ。まあ途中ちょっと失速しててたね。まだ1分10秒あります。ちょっとスピードだけ確認するわ。これ確認ね、数えなくていいんだよ。いいよね。でも最初マジでいいペースだったし速かった。おお、でもそれでいけたらあれだけど失敗する可能性あるよ。いきます。いきます。はい、150回挑戦です。はい、プルーッ。あ、でも速すぎてダメだ。10、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8
30 30 30 30 40 50 60 10、おまけで80、1個足しといた、切りよく。もう5回足しとくか。85クリア。150には全然足りない。マヤスバカだ。でも小2に勝った。お前やりきった。小2ボコった。小2にはね、俺のおまけも足して35回勝ってる。小2が50回も 全足と両足か。な、何あとは頼む。違うんだよお前さ、もう違う、お前の記録ね、今俺は記録に残ってんの。あなたさ、あとはあなた5球150なんで150引き継がなきゃいけないんだよ。あなた5球を目指してね、7球に勝ったの。まあ分かった、7球ね。ちなみにお前が持ってる記録7球と8球ちょっと何、マネージャーじゃないよ俺は。あやとびのが良かったんだよ。だからあやとびはコスパがいい。技量の割に回数が少なくて済む。180の奇跡ついた。なんでだよ。なんで俺が奇跡に挑戦しなきゃいけない。あやとびが奇跡いらないんだよお前を倒すのに。あやとび、え、あやとびしてほしい。何してほしい。見たい。この企画見たいとかない。え、じゃあいいの、もうやんないの。じゃあ終わります。わかったよ、わかったよ。何さあ、あやとび、あやとび長いよこれ。クズさん15回以上、名人は100回です。100は無理だろ。はいはいはい、40目指します。いきますよ。はい、あやとびってあれだよな、こう、ん、あやとびってなんだ。あー、それか、はいはい、順番。はい、クズさん、はい、180秒の奇跡。はい、うぜえ。12、中途半端なんだよ。そういうの霧のいいとこで言うんだよ。24、3級突破、すごい。頑張れ。はい、まだ時間あるよ、次行こう。疲れた、もう。いや、すごい。でも51回、お前3級の記録保持者だよ。自分の名前のとこ見てみ。コスト1ブラシタブ50。俺の勝ちでいいか、もう。ちょ、もうまんな、なんてレベルの低い戦いなんだよ、これ。クロノワールがなんかやる。でもさ、うん、縄跳びってつらいな、普通にね。というわけで終わんのこれ。クズハさんが、はい、あや跳びの、はい、あと3級の記録を更新したということで、はい、実際のね、選手にインタビューしてみたいと思います。どうでした、記録達成ということで。3球ついに。3球ですか。はい、今の気持ちを、率直な気持ちをお聞かせください。何これ、何これ。これ深いですよ。深い意味があるんだと思います。ぜひね、これが一体どういう意図があるのか分かった方はコメント欄でよろしくお願いします。次回、クズハ鉄棒150秒の奇跡、お前お楽しみに。お前も頑張れよ。それではまた来週。君と見上げた世界、広げた中にまるで僕らみたいな見えない光、見つけたい可能性、引き出したスターバックス、手を伸ばして、君と一緒ならきっと永遠に強く輝ける。